誰にでも作れる、誰にでも面白い映画が作れる、映画作ろう。はい、今週もやってまいりました映画作ろうの控え室の、お時間でございます。はいはい、そうですね、そうちょっとね今お二人とも忙しくて、前回この 本の話もしてますよね、もう何回も、はい、今両方ともAmazonで売っております。映画制作の教科書と映画脚本の教科書が2つになっております。おかげさまでなかなか好評のようでございまして、またどっかでお見かけになったり Amazon とかで、レビューとか書いていただけると嬉しいございます。こんなことを、最近こんなことが動いております。片岡さんの方この間映画を上映、あそっか、まだこれで話しときましょうか。これね実はこちら映画制作の教科書なんですけどね、とうとうね台湾からね台湾版が出ることに、台湾でこれを翻訳して台湾で出版されることになったそうです。よく夏ぐらいに出るんじゃないかなっていうお話で、翻訳が完成してるかな、なんかよくわかんないけど、まあ出るってことはそろそろ翻訳も上がってきてるんでしょうけども、わあびっくりしたってやつでございます。半語体っていう、半字体っていうやつかな、台湾の文字になるということで、中国語圏の方は読めるかもしれません。はいはい、ああなんか世界に出るっていうのはびっくりします、はい、世界の衣笠ですね映画監督じゃないけどなこないときます、本の著者としてないとこ、あこのパターンになるか、人生はいろいろありますね。映画も翻訳されてないんですね。映画関係の名著で、名著はいっぱいあるんだけど、やっぱり書いた人はね、大概映画関係者で監督作とかあったりするんですけど、監督作はあんまり知られてなくて、この本で知られてる人も結構多いので。本当、私、昔音楽やってたんですけど、音楽でもそうなんですよ。先生やってたのは、あんまり有名な曲を残してないんですよ。仕事がないから先生やってんだよね。名プレイヤー、名コーチにあらずってよく言いますもんね。本当に。木村さんは今忙しいですよね、映画。ああ、もう今年、今年一本公開しなきゃいけないし、来年に向けて今年一本作らなきゃいけないし、もう大騒ぎでございます。はあ、もう大変なことになっております。一日公開しないといけないんですよね。はいはい、片岡さんもこの間ネペンテスの森が上映されてましたよね。うん。シアターセブンのネペンテスの森は無事に上映することができました。うん、皆さんに届いてて嬉しいなって、あそうだ。うん。またドラゴン映画祭にも出るんですよ。あ、いいな、ドラゴン映画祭、いいな。なんで出ないの、しかるさん、毎年出てたじゃないですか、なんで。いや、今年ね、どうなんだろう、お話が来なかったんで、ぶっちゃけて言うと。来なかったですよ、私、どっかで見落としたかなとか思ってね、いや、うん、なんか恋に来ないのかなとか思ったんですけど、ズーズーしくも、うん、メールしたんですよ、うん、今年も出したいですって。そしたらいいよって来たの。わーわーわー、いいな、しまった。来るって思ってたんですよ。そしたらなんか川本さんが、うん、続々と作品がぼちぼち集まってきましたって書いてあるから、私が見落としたのかな、いやそれかはぶられてるとかって思ったんだけど、あーそういうこと、来れないとか思って純粋に、うん、出してもいいですか、出たいんですけどって言ったらね、なんでそこだけ可愛い子の声になっちゃうんですか。いいな、女の人はそういうことができるか。知らぬが仏、知らぬが仏ですよ。あ、そう、ね、前回までのメンバーとか出てなかった、割と東京とか他の人とかだったんで、うんうん、今回ガラッと変わったのかもしれないですね、うんうん、大々的に募集されてないのかもしれないです。そうですね、だから募集があったら、まあ、もちろんね、手は挙げるんですけど、ただ、去年、一昨年集客悪かったしなと思って、去年とか集客悪かったしなとか。一回だけで判断しないでって思って、だって去年、昼市だったじゃないですか。うん、いや、朝市、朝市、昼市じゃなくて、あれ、朝市、うん、午前中でした。今年私、6時半です、夜の。うわ、いいところ。やった、しかも知ってます、後輩、会社の後輩であり、映画の先輩なんですけども。うん、
岩崎智弘。はいはいはい、岩崎監督。岩崎君がその私の次なんですよ。クライングフリーズ。クライングフリーズ。岩崎君にもう真っ先にメールして、岩崎君、私の前だよ、私の次だよって、よろしくねって言って、あなた楽しみにしてますって言って、そんなね、よろしくお願いしますって、もうね。しまった。しまった。こんなに忙しくなきゃ、なんか、考えた。そか今悔しい、いや今年はダメかな、お声かかんないしなと思っててうじうじしてたの、失敗しましたね。そうなんですよ、だからあれですよね、うん、ビギナーズラックというか、いや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 、そういうもっとそれ知らないこと、ああやっぱりそこ出たんじゃないですか、うん、出たいって言うたから、うんね、出たいって言っとけよかった、しまった。あれ、今度いつです、あの9月、9月の私は18日で16、17、18、19、結構長い、9月の16日から19日ですね、場所、うん、場所はあの新世界東映、新世界東映、あの長峰さんの職場じゃないですか、日劇シネマです、うん、はい、私は日劇シネマ、あ日劇シネマと、はいはい、はい、うん、新世界はん来てね、来てね。うん、場所はどこなんです、だから新世界でしょ、よくわかんない。あ、日劇シネマも新世界の方だと思う。ああ、そうか、あの辺よくわかんない。あんま行かないので。そうそうそう、遠いんですよ、うちから。あの家。うん、あそれはネペンテツにしたら3日間になったのかな、はい、うん。それはネペンテツにしたら3日間になったのかもしれないですけど。うん、3日間になったってのっていうのは、3日間上映しないといけないんですよ。ね、いや何の話か、あそれあの文化庁の補助金の話じゃないですか、ありまして、まだ2日しかしてないんですけど、あの絶対今年中にまた上映したいなと思ってます。そうか、人形の映画ネペンテスの、ネペンテスの思いっていうのがあのまた新作、去年撮ったやつですよね、これ補助金 で、うん、これがあの先ほど、そうそうそう、あの2回ほど上映されたんですよね、劇場上映したので、うん、また とりあえずは劇場上映をあの、うん、なと思って今、うん、もう1回もう1日とかにそうしなきゃいけないと思います、うん、はあ、私もあの3日間今年上映しなきゃいけないけど、もう大変すぎて、うわーどうしようと大変なので、もうスケジュールがいっぱいいっぱいで、もう本当にね、あのもう自分の時間がなくて、ね、悔しいのが映画が見れないで、はい、映画見れないね、うん、もう大変ですよ、なんとかして無理やりあのウルトラマンと覇権アニメだけは見たんですけど、アニメを見てたのか、いや違う違う、覇権アニメは実写映画、アニメを作る実写映画、アニメ監督2人がバトルする話、戦う話、視聴率でいい映画でしたよこれ、あのぜひぜひ、あの2週間で打ち切って聞いて、もう大騒ぎであの最終日に行ったんですけどね、でそれがねやっぱりね、あの口コミでものすごいいい映画な、ものすごく、まあまあ微妙だけど、まあいい映画なんで、これは、うん、あのいい映画なんでと思ってたら、もったいないと思ってたら、やっぱりその口コミが広がって、今なんかロングラジオ上映されてるみたいです、いろんなところで、ぜひぜひご覧に、あの見とくと勉強になりますよ、いろんなことが、テンション下がってましてね、何もかも気もしないって感じで、うん、一歩って映画を見てたんですけど、私マーベリック、あのバカンマーク、うんうん、思ったんですよ、ただあれを見るパワーが出ないと思って、あ、行くとあれパワーもらえますか、大丈夫ですよ、元気になって出てくれる、行くって言ったでしょ、ただ、まあはい、木村さん行きましょうって私誘ったでしょ、はいはいはい、あ、ごめんなさい、うち家族で行っちゃいました、あ息子と娘連れて、そういう人なんだ、あのいや、なんだ、なんですかその言い方は、それなら家族で行きますって言ったら行きましょうって言ったのに、ね、うん、いやいや、その前にもう言ってて、あの時あのメールの1週間もう顔向けはったんですよ、何のこの人とか思ったら、私がねトップガン行きましょうって言ったら、犬のラブラブスタンプがいっぱいおつらだって送ってきたからね、何やこの人とか思ったら、あとからすいませんゴーストタッチですって間違ってラブラブスタンプを押さはったので、マーベリック行きましょうには返事をしてないんですよ、返事なく私が今そんな話をしたら、家族に行きましたって言ったから、うんうんうん、私が、あ、そういう人だったんだって言う。どういう人なんですか。なんかいろいろ誤解されそうな気がする、その言い方。言ってます。いや、私と息子と娘はあの飛行機のゲームが、戦闘機ゲーム大好きな人たちなんで、これは行かなきゃと言って。
もう戦闘機の出てくるシーンでみんなでワーワー言いながら見てましたからね、3人。息子にはお父さん恥ずかしいからって言って口に手を当てられましたから、笑いすぎとか言いながらもういちいち細かいことツボに突っ込んでやってくれるので、いいね、家族でね行けて楽しそう。もう騒がしい おっちゃんとあのおとなしい子供たちが、でも子供たちはわーわー笑ってるんですよ私の小声で、私の声にかけて。映画館行きたいんですけど暑すぎて。映画館も涼しいじゃないですか、中は。行くまでが。ああ、まあ今は地下の映画館行けば。まあちょっと話広げるつもりですけど、今大変でね、うちエレベーター工事してるんですよ。なんか30年ぶりに映画館の部分もなくなって、うん、朝起きたらいきなり工事してたんですよ。言ってなかったので1週間って書いてあって、うち5階に住んでるんですよね。息切れするんですよ。でも銀行行こうと思って勇気出してくれたんですけど、ハンコ忘れた、一つだけにもうドーって疲れが出るんですハンコ忘れた、また5回っていうね。でもそれだけ多分汗バー出んのに、ちょっと映画館に行くのにあの5回を降りなあかんやなと思って、今日も引きこもってたんです家に。ってやるものか、ってやるもの。昔そんな映画があったな、なんか新婚夫婦が4階のアパートに、階段しかないイギリスかなんかの映画で4階のアパートに住んじゃって、最初はラブラブだったけど、その階段上に関係がおかしくなって疲れすぎて。お前が行け、買い物お前が行けみたいな。よくこんなとこに住んでられるなとかみんなで言われちゃうと、あと1週間とか思ってね、あと1週間ってやるって思ってるんです。あ、まあ、どうなんですか、今も新作撮ってはるんですよね、片岡さんの方も。はい、一応ね、6月撮って、まだちょっと残ってましてね、それがちょっといろいろあって、また伸びたんですけど、夏だけは避けたかったんですよ、暑いでしょ。もう今の日本だと、夏撮ると死にますからね、外で。だからね、やめようと思ったんですけど、夏しか撮れなくって、夏撮っとかないと、また秋にずれ込んだら、撮影監督も他の自分の作品撮影してますからね。ね、まあ、スケジュールがね、みんなのスケジュール、撮影のスケジュール、ロケ地のスケジュール、さ、俳優のスケジュール合わない、合わなくて一日だけ夏にね、なんですけど、まあ、夏にとっては何があるって言いますとね、同じシーンなのに同じ時間軸のシーンで、だから部屋の外と内みたいなね、なのに部屋の内は6月にとって方法結局泣いてました。夏に貧民ゼミが泣くんですよ。もうお願い泣かないでって言って、7月だったらまだ泣かないかもしれない、お願い梅雨続いてくださいって言ってもう、まあ、それをまたね、9月に伸ばすでしょ。じゃあ今度は日暮らしとの戦いになる。あ、そう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 、もうネタバレにはなんないか、これは。なんと時代劇ですよね。別に全然ネタバレじゃないでしょ、知ってるんじゃないですか、時代劇大変です。うん、江戸時代の話ですね、あれきっと。一応明治に、あ、明治にしたんですね。はい、明治時代の、まだ明治でまたいろんな問題があるんですよ。まあね、まあ一応袴と明治後期は戦争色が強くなってくる、初期はまだ江戸を引きずっているから、うんうんうん、家族制度はどうなんだと、うん、大変ですね。まあなんと、なんと、まあなんとね、時代劇撮るっていうのはなかなか勇気のある子って、もう素人が手を出しちゃいけない分野なんでね、あとの辺は。そうなんですよ、ぶっちゃけね。一作目の人形の家もライトもなしに自分でも内蔵マイクで撮りましたよ。でも戻り橋のライティングがすごくて、もうすごく印象的になりました。で、まあ次の作品と次の作品、ファンタジーですよ。全部特殊撮影 VFX ですよ。そんな素人がドビュー映画じゃないですよ。時代劇ですよ。ちょっとね、駆け抜けすぎ。ちょっと時間置かない。暴走しますよね。監督の資質として暴走してなんぼのもんじゃという感じですよね。ここに合ってます。周りの人が引き止めるのを振り払ってドーッという感じですよね、もう見てると。だいたい先走りすぎって言われるから、ちょっと着いたらって、ね、言ってくれる優しい人がいてね、私が普通やと思ってるのがきっと先走ってるんですよ。オーダーフォームの先走って、私赤でも走りますからね。それはお気をつけたらいいかな。私は普通じゃないんで、人より先走ってるんだって思って行けたらいいんでしょ。ちょっと待って、なんか反省が入ってきました。いろいろ今なんかいつもよりお塩らしい。いつもならこの辺で何言ってんのよって感じでバッとくるのに、
そんなことないけど、やっぱ言い方によっていろいろ誤解も受けるので、うんうん、まあまあそれはよくわかりますまあこの番組ではそれが美味しい果実なんですけどもね、片岡さんと私のあの喧嘩漫才が起こるといういつも楽しい番組になるんですけど、それがいい方向になると、あのやっぱり絶対素晴らしい作品にしたいなと思うので、はいはい、それが目標です。そのために動いてます、うん、ね、あの2人ともこうやってあの熱い魂を持って、私も今年に1本撮らなきゃいけないし、まだシナリオが大変とか言って、それからまだ実はあの別の映画の編集も大変とか、いろんなことがいろいろ今起こって、もう本当に映画見る時間もないし、寝る時間削ってなんとかしてる感じでございますが、まあ、こうやってあの熱い魂を抱いて、もう片岡さんもこれあのそうですよね、この本やること、この本とかこの番組始まったぐらいからだんだんもう映画作る方に回ってきたのでこの数年はね、私もね、今まあこれ牛場の話ですけどね、映画教科書、映画の先生の教科書だけでだいぶいじめられたんですよ、監督に。もう二度と作るか思ったらね、うん、監督一人で受かれてね、次の話も来るかもしれない、次は何にしようかなって言うと、絶対嫌やしなって思うんだから、思ったらね、あの人次の作品うわっとか思って、もう木下さんに言いたくないのにとかまで言って、で映画のシナリオがこれは2作でいいやろ、満足しろよ、私はもう次に行きたいと思ったら、言葉でいいんですよ、またそれが私がね、言葉で責任感強い、で使命感だけで言ってます。あんまりあのね、1があったら2があって、2があると大体3部作ということで、お家がつくのが大体どの作品も、ね、ない時もありますよ、ない人いっぱいいます、はい、ね、うん、だから、はい、皆さん頑張って、うん、まあまあ、あのこうやってあの暑い一年、暑い夏をこれから過ごしていくわけでございます。あの皆さんもあのできたらあのまあまあこの番組とか見ていただいて、映画作っていただいたり、もう映画作ってるとあの年取りませんかね、精神的にさっきもね、なんかあの高校生の相談事みたいなことしてましたからね、お互いにどうやって映画作りゃいいんだみたいなことで、ここは物質かとか思いながらね、さっきの物質、あの高校の時の英検部の物質みたいな感じでしたからね、今のさっきの話、大変なんですよって言われたらね、なんか嬉しい話聞いてもらえるみたいな、うん、ね、お互い分かる、まあ、うん、分かるもらえるっていう、そうですね、やっぱり映画撮ってる人で、でもやっぱり年取ってもね、みんな皆さん元気というか、精神的にものすごい、まあ、体の方は言わせたりするんですけど、精神的には全然ね、あの衰えないというか、あの年を追わない心を持った人が多いのはこういうことかなと思ったりします。あのいつもチャレンジしてて、いつだって勝つか負けるかの勝負をして、逆に、年取った方が子供も自立し、生活も、まあ、安定というかね、仕事もね、あの一線を知り時、一番映画撮りやすいんじゃないかな、うん、はいはいはい、そうですね、うん、まとめましょうまとめましたよ、今のがまとめだった、はい、わかりました、すみません、そうです、まあ、でも終われます皆さんこのまま終わりましょうか、一度いっぺんやってみますか、はい、本当にいいのかな、こんな終わり方で、まあいいや、まあ終わってみましょう、うん、いや皆さん愛してますよ、はいはい、ではでは、あの最後何だった、あの最後の締めをお願いします。銀幕の彼方からセブンティースアンドエイティエイト、あなたの住む街へ、バイバーイ、バイバーイ、いい映画作りをこんなオチですいません、なんだかね、さっきから15分ってものすごくきつく言われてたんですけどね、全然あの片岡さんがね、15分過ぎても終わらせる気がなかったんで、どうしようと思ってこのオチになりました。どこまでカットされるかわからないか、喋り続けてやる。